どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 JAL マイルから ZIP エアポイント交換開始とですね、キャンペーンについてね、解説ねやっていきたいなというふうに思っております。先日ね、4月1日からだったとね思いますけども、 JAL マイルから ZIP エアポイントへのね交換が開始になりましてですね、またその逆もねできるようになったんですけども、こちらね結構気になってる方ねいらっしゃるかなというふうに思いますので、ぜひ最後までねご覧いただければなというふうに思います。でですね、2021年4月現在ですね、 ZIP エアはタイ・バンコク、韓国のソウル、またねハワイのホノルルにね就航していて、まあね行くことはね現実的にはね厳しいっていう風になるわけなんですけども、今後見据えてね結構知りたい方もねいらっしゃるかなという風に思っております。それではまずですね、 ZIP エアとはというね話なんですけども、 ZIP エアはですね JAL の国際線中距離をね対象とした LCC という風になっておりまして、2020年の10月よりね運行を開始したっていう風になっております。日本初のね国際線 LCC ということで、成田空港をね拠点としていて、東南アジア、またですね欧米への展開が計画されているっていった形になります。今後ね北米とかね行けるようになったらですね、選択肢が増えてねいいですよね。またですね、 ZIP エアの使用機材はボーイング787っていう風になっておりまして、座席に関してはですね LCC にもかかわらずですね、ビジネスクラスのね設定があるという風になりますんで、フルフラットシートですね採用されているんですよね。ぐっすり寝てねハワイに行くこともできるっていう形になってるんですよね。まあね、ビジネスクラスはね設定をされているんですけども、一応ね LCC っていう風になっておりますんで、基本サービスはね最低限という風になっておりまして、無料のねインターネットサービスはねあるわけなんですけども、飲み物から機内食までね有料っていった形になっております。まあインターネットサービスがですね無料でね利用することができるっていうのはね、かなりいいかなっていう風に思っております。まあそんなね ZIP エアなんですけども、先日ですね4月1日からだったと思うんですけども、 JAL マイルから ZIP エアポイントでね交換が開始になりました。あくまでね ZIP エアの方はマイルではなくてですねポイントということで、1 ZIP エアポイントをですね1ポイント1円でね利用することができるっていった形になります。でですね、有効期限は1年間っていう風になっておりまして、こちらはね ZIP エアポイントの主なね利用対象サービスなんですけども、航空券の支払い、各種所税、各種オプショナルサービス、機内販売、こちらは括弧予定っていう風になっておりまして、またね ZIP エアクラブプラス年会費っていった形になっております。こちらねポイントサービスをね利用することができて、不足分はクレジットカードね併用決済可能っていった形になっております。まあ非常にねシンプルで分かりやすいかなっていうふうに思うわけなんですけども、 ZIP エアクラブプラスって何ですかって思った方もねいらっしゃるかなというふうに思っておりまして、こちらは ZIP エアポイントをね利用する場合、会員登録がね必須になるわけなんですけども、会員登録すると ZIP エアクラブっていうのはね入会する感じになるわけなんですけども、さらに年会費ね5000円を支払うと ZIP エアクラブプラスっていうのにね入会することができるっていった形になってるんですよね。でですね、有料会員になると何ができるのかっていう話なんですけども、受託手荷物が 30% オフでね利用することができるっていう形になっておりまして、まあね有料会員になって利用することができるのはね今のところはこれだけっていった形になっておりまして、特にね年会費を支払って入る必要はねないかなっていうふうに思うわけなんですけども、 ZIP エアに関してはですね、受託手荷物料金が別途ねかかるっていった形になっておりますんで、5000円払ってですね 30% オフで支払った方がね安いのか、まあそのまま支払うかですね、こちらケースバイケースに、ね、なるかなというふうに思いますので、こちらはね覚えておいていただきたいなというふうに思っております。またですね、この ZIP エアクラブっていうのはですね、無料会員と有料会員がねあるわけなんですけども、今ね無料会員にね登録していただくと100ポイントねもらえるっていうふうになっておりまして、有料会員に、ね、なっていただくと1000ポイント、ね、もらえるっていった形になりますんで、まあね無料会員だけでもですねしといてもいいのかなというふうに思っております。私もですね早速ね先ほど会員登録したんですけども、無事ね100ポイントねもらえたっていった形になります。一応ね公式サイトね概要欄に載せておきますので、会員登録されたい方はですねそちらから会員登録で、ね、していただきたいなっていうふうに思います。
それでは次にですね、 JAL マイルと ZIP エアポイントの交換についてなんですけども、まずですね ZIP エア ID とですね JAL マイレージバンクを紐付ける、ね、必要があるっていう風になっておりまして、こちらね公式サイトで ZIP エアポイントのねクラブ会員にログインするとマイページ内にですね JAL マイルのね連携がね表示されるっていう風になっておりますんで、こちらでね紐付けることができます。でですね、交換レートに関してなんですけども、 ZIP エアポイントから JAL マイルへのですね 2ZIP エアポイントが 1JAL マイルにね交換することができるっていった形になっておりまして、 2ZIP エアポイント単位でね利用することができます。でですね、 JAL マイルから ZIP エアポイントにはですね交換するね数によってねレートが変わるっていう風になっておりまして、1万マイルでね交換すると 1.5 倍がね適用されるっていう風になりますんで、1マイルね 1.5ZIP エアポイントになるわけなんですけども、それ以下でね交換していただくとレートがね悪くなるっていう風になっておりまして、仮に1000マイルでね交換していただくと1マイル 1ZIP エアポイントにね交換することができるっていった形になります。ですので、もしね交換する場合であればですね、1万マイルからね交換していただいた方がお得になるっていった形になります。まあですね、この JAL マイルから ZIP エアポイントにね交換するっていうのはですね、 ZIP エアはですね1ポイント1円でね利用することができるんですけども、マイルではありませんので、1ポイント1円以上でね利用することは今のところねできそうもなさそうなので、まあお得にはね利用するのはちょっとね難しいかなっていうふうに思うわけなんですけども、 JAL マイルのね選択肢の一つがね増えるっていう意味ではですね悪くないかなっていうふうに思っております。それでは次にですね、 JAL の搭乗キャンペーンですね。 ANA はですね対象者限定のキャンペーンね先日出させていただきましたけども、ここ最近になってねまたちょこちょこ出てるんですよね。搭乗につき乗るたびに500マイルだったり、乗るたびにね500スカイコインっていうね、こういうオファーをねもらってる方もいらっしゃいますので、 ANA ね利用されている方はですね、ぜひねマイページねチェックしてみていただきたいなっていうふうに思っております。それではですね、 JAL のね搭乗キャンペーンの詳細なんですけども、春の旅始めキャンペーンということで、こちらね第1弾と第2弾でねキャンペーン分かれているわけなんですけども、第1弾の1つ目のキャンペーンはですね漏れなくもらえるキャンペーンっていう風になっておりますので、こちらね結構おすすめなので、こちらね解説していきたいなっていう風に思っております。こちらのね第1弾の1つ目のキャンペーンはですね、全員1人1区間につき 1000EJAL ポイントがねもらえるキャンペーンということで、こちらね全員もらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。しかもね1区間につき 1000EJAL ポイントがねもらえるっていう風になっておりますんで、何区間かね利用する方はその分だけね 1000EJAL ポイントがねもらえるっていう風になりますんで、かなりいいですよね。でですね、キャンペーンの詳細なんですけども、キャンペーン期間はですね2021年の4月の5日朝10時から受付開始ということで、こちらキャンペーン終了はですね2021年の4月の7日ということで、まあ2日間ぐらいしかないんですよね。ですんでこのキャンペーンね期間が短いので、この点ね特に注意していただきたいなというふうに思っております。でですね、特典を受けるね条件に関しては、キャンペーン期間中に対象運賃での予約および購入および搭乗した方に1人1区間ごとに 1000EJAL ポイントがねもらえるっていう風になってるんですよね。でですね、こちらは対象者ね限定ではありませんので、誰でもね利用することができるキャンペーンっていう風になってるんですよね。まあ期間はね4月5日の10時から4月7日までということで、かなりねキャンペーン期間短いわけなんですけども、漏れなくねもらえるキャンペーンっていう風になりますんで、かなりいいですよね。もしね予約を持たれている方で、JAL に関してはですね440円で払い戻しできるねキャンペーンもね行っておりますんで、そちらが対象であればですね取り直しもねいいのではないのかなっていうふうに思っております。でですね、こちらのキャンペーンで一つね注意しておいていただきたいのは、キャンペーンの文言にですね期間中対象運賃のっていうね言葉がね記載があるんですよね。でこちらのキャンペーンの詳細にこの対象運賃がどれを指しているのかっていうのがですね記載がされておりませんので、こちらキャンペーンが始まるのが4月5日の朝10時からっていう風になりますんで、このキャンペーンね狙われる方はですね、おそらく詳細がその時ね記載があるという風に思いますので、ぜひねこちらチェックしてから利用するようにねしていただけたらなという風に思っております。まあおそらくですね幅広くねやるのではないのかなっていう風に思っているわけなんですけども、もしかしたらですね何か制限とかね
あるのかもしれませんので、この点はね確認してからね利用してみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が気に入った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットモンボイホテル、ヒルトンホテルを通じてね発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。